ローレンス・ラリー・コーコランは、アメリカ合衆国のニューヨーク・ブルックリン出身の、プロ野球選手、右投げ左打ち。コーコランは1880年、20歳の時に当時、キャップ・アンソンが監督をしていた、シカゴ・ホワイト・ストッキングスに入団、フレッド・ゴールド・スミスと共に、シカゴの2枚看板となった。1年目から63試合に登板し、43勝14敗、防御率1.95。 リーグ最多の268奪三振の活躍を見せた。同年8月19日の試合では、強豪のボストンレッドキャップスを相手に自身最初のノーヒットのオーランを達成した。2年目の1881年には31勝で、リーグの最多勝利投手となる。さらに次の年の1882年には27勝、防御率1.95で、 ナショナルリーグの最優秀防御率投手となった。同年9月20の試合では、ブースタール・ビーレックスを相手に、自身二度目となる、ノーヒットノーランを達成している。1883年と1884年にも、それぞれ34勝、35勝を挙げ、最初の5年間は、すべて25勝以上、4シーズンで30勝以上を挙げるという、活躍ぶりだった。 1884年シーズンが始まる前、コーコランは、新興のユニオンアソシエーションのシカゴ・ブラウンズと一度、入団契約を結んだが、ホワイト・ストッキングス側がより良い条件を提示して、この契約を破棄させた、というエピソードも残っている。もともと、コーコランの危機では、右手だったのだが、1884年6月10日に、クリーブランドと対戦した試合で、初めて投げる。 腕の左右を変えて投球した。また6月16日のバッファロー・バイソンズとの試合では、中継ぎとして登板した際に投げる、腕の左右を変えながら4イニング登板したという記録も残している。これは現在でも1試合の中で腕の左右を変えながら投げた記録としては、メジャー最長の登板回数である。また、コーコランの3度目のノーヒットノーランが、 1884年6月27日のプロビデンスグレイズとの試合で達成されている。3度のノーヒットノーランは、後年1908年にサイヤングが達成するまでメジャーリーグ唯一の記録であった。デビューから5年間シカゴの主力として活躍した高コ校コランだったが、1885年にひどい腕の怪我に見舞われ、それまでの過度の登板の影響もあり、 登板回数が激減した。1885年から引退するまでの1887年までの3年間では、わずか14試合にしか登板できなかった。27歳で野球選手を引退した後は、腎臓病とアルコール依存症を患い、4年後の1891年にニュージャージー州で死去。32歳をつ。野球史研究家のリーアレンによれば、 コーコランは当時性保守だったシルバーフリントとの間でメジャーリーグ史上最初のサインの交換をした投手だとされている。コーコランは当時口に多量の紙タバコを含みカーブを投げたい時に口に含んだ紙タバコを片方の方からもう片方の方に移すことで保守に投げる吸収を教えていたそうである。ありがとうございます。